というわけで我々新選組はおたえさんたっての頼みでキャサリンを探すことになった。みんな心してかかってくれ。わかったか、みんな。わかりました。なんとしても見つけてみせます。ん、そうか。おいみんな、そうなのか。ここにいるじゃないですか。そりゃ普段から近藤さん、土方さん、沖田さん、山崎さん以外存在感薄いけど一応いるんですよ。冗談冗談だよ。だからここに。なんならあなたを腹話術の人形にしてあげましょうか。お尻から手突っ込んで奥歯ガタガタ言わせてあげるわよ。ごめんなさい、おたえさん。実は別件で新選組の連中はみんな出払ってまして、こっちに来られたのは俺だけだったんです。すまん、あれはおたえさんにいいとこ見せたくてつい行ってしまったんだ。いい大人がたかだか一晩姿を消したぐらいで警察が動くことはできないんだよ。ましてや今は万世博覧会のせいで限界態勢。俺一人の判断で新選組の仕事を変えることはできん。分かってくれ。あれじゃ証拠にはならん。ただそこを取りかかって落としただけかもしれないからな。ソラちゃん、おやめなさいな。ゴリ、いえ、近藤さんの立場も分かってあげましょう。この人は私たちだけではなく江戸全体のために働かなきゃならないの。銀さんたちも探してくれているし、私たちももう一度改めて心当たりを探してみましょう。みんなで力を合わせればきっと見つかるわ。待ってください、おたえさん。確かに新選組は動かせなかったが、この俺は、近藤勲という一人の男はおたえさんの味方です。俺はおたえさんと一緒に行きます。ゴリ、いえ、近藤さん。でもそんなことをしたらあなた、上の人から睨まれてしまうのではないかしら。構いません。たとえ謹慎処分を受けようが、減給になろうが、廊下に立たされようが、俺はおたえさんのためならそんなことへでもないんです。だから俺と結婚するかー。